今回初防衛ってことで一番鬼門と言われる一番難しいとこなんで、ここでこけちゃったら本当酒なんかないんで、まあ、この試合にやっぱ全力で臨んで、まあ、ここをしっかりクリアして来年そういう世界につなげる試合ができればなと思ってるんで、全力で前田戦をしっかり勝ちたいなと思います。タイトルマッチが決まったということで、プロデビューしてから3年半になるんですけど、新人王からスタートして、コツコツ、戦績を積み重ねてやっと、チャンスをいただいたので、このチャンスしっかりものにして、チャンピオンになりたいと思ってます。まだ若いんで、まあ勢いはあるんですけど、キャリアというかその辺やっぱ浅いんで、まあ、今その勢いで勝ち上がって、まあ、スピードあったりスキルはあんのかもしれないですけど、まあ、まだ早いんじゃないですかね。タイトルはちょっと格の違いを見せつけます。独特なは他のボクサーにはないリズムがあるのと、まあすごく勘がいいっていう印象があります。10戦10勝の無敗で来てるホープみたいですけど、まあ言うてもキャリアが違うんで、まだまだケツが青いぞと、まあ、やっぱその辺はチャンピオンとしての格を見せて、やっぱスキルもパワーもスピードもやっぱ劣ってる部分はないと思って、まあ全ての面で蹴散らすというか上を行くっていう感じですかね。圧倒します。まあ、スピードは絶対に負けないと思っています。あとは左の当て感っていうのはお互いに、自分の強みだと思ってるんですけども、まあ、そこでもしっかり、僕の方が、勝って、倒して勝ちたいなと思ってます。まあ、あっちはね勢いもあってはるばる大阪から関東に来てもらうわけですけど、いい試合したいって思ってるのかもしれないですけど、まあ、いい試合にもさせず阿部さん劇場を見せて、大阪には帰ってもらいます。残念ながらベルトはあげません。自分は、もっと自分の存在っていうのをいろんな人に知ってほしいと思ってるんで、この試合を通して、自分の魅力っていうのをこの試合で、たくさんの人に伝えれていけたらなと思ってます。最高の舞台で、やるかやられるかの熱い試合をやりましょう。よろしくお願いします。いつも皆さん応援ありがとうございます。まあ、前回で日本と WBO アジア、取って結果で出したのは、嬉しいんですけど、まあ、ここで阿部さん満足してないので、ここしっかりクリアして、次はですね世界のステージに行きたいと思いますんで、皆さん今後も応援よろしくお願いします。まあ、その今やっぱチャンピオンになって今まで絡んでなかったような、やっぱ内山さんだったりとか赤穂さんとかいろいろ交流が出てきたりとか、やっぱメディアにも出るようになったりして、やっぱチャンピオンになってこうちょっとずつ変わってきてるん で、やっぱ YouTube もやってて、やっぱそっちの方もこれで勢い乗っていきたいんで、ボクサーの阿部さんと YouTube の阿部さんをちょっと今後期待していてください。お願いします。